ジャップボディースター、ホーンガバ。さあ、早速いきなり大きく歩いてのスタート、うん、お互いかなり踏み込んでいきます。ドグラとしてはこの遠距離型の目などどう対応していくか。調子うまくさせていた。グラストダウン、このダウン大きい、追い込んでいく。あっと高めを狙ったが位置が入れ替わってましたね、うん、裏側に引いていました。ステップ前に行く、差し返す形のダブル2ブレイク、水晶があるポイントまで持っていきます。ただくぐっていく、いい入れ替えですね。おお当たってる。ここまでもサコ丁寧に取り返していきます。このダメージさ、今年もビハインドしている体力負けてはいるんですけど、はい、ダメージには行きませんからね、うん、さあ V トリガーは起動可能なドグラ、どうでしょうね。どう切っていくか、カンキック避ける。後ろこのサコの V トリガーに合わせて V ゲージを残していくっていうドグラも判断でしょうか。うまい、返していく、お見事。サコは間もなく V ゲージがマックスになるか、詰めていく。ここはゲージを貯めるドグラ、ワンゲージは欲しいか。スライディング発動、時間がないんで勝負に行きましたか、うん、これ超強気に行く、めくりサイコテール、体力大幅リードでドグラ、これは勝って、ここはドグラが取りました。いわゆる生発動 V トリガー、しかしやはり V トリガー若干ながらね発動中に隙がありますんで、ここにダブルニンプレスがヒットしました。ダイス、ここはブレイクマット仮面、もう一度ここで固めのパーツスパイラルから、ちょっとスパーツは届かず、すごかったですね、いい連携かなと思ったんですけれども。さあ今年はゲージャーマックス、少し使い道は難しいが、仮面、うまい、高めラウンドでリジェクト、見事ですね対応が、ドグラ素晴らしい。ここまでは盤面のリーダードグラ、しかしやってくるのはジェフティの知恵、いやー、おお飛び込んでくる、緩急をつける、ドグラがとにかくいいプレー、大将見せ続けます。ドグラの EX ダブル2はね当たるんですよねなんか当たるんですよね、なんか当たる、まあ、その勝ってる時にうまく打ってますからね、追わなきゃいけないって展開の中で、あの年は非常に強力、3回抜けられてるんですけど、その次投げれてるんで別に今の安排でいいと思います。サコとしてもちゃんと画面足に行かないように要所でこう入れ替える動きをしているんですけれども、基本的にはドグラが戦い流れを握っているのかなというふうに思います。中距離からのやっぱり年上の打ち所ですとかっていうところは非常にいいダメージ取れてますよね。ただこのラウンドはサコむしろ詰めていく動き、アグレッシブ、対処させないようなプレーです。ジャンプかぶせ、おお食ってる、投げが噛み合う、ニクス、さらにダブル2、常に追いかけて外を選択、後ろ投げ、サイドフィードはサコ、サコとしては1回ですね後ろ投げサイコアクスに対する V シフト見せましたので、トリガーがちょっともしかしたら難しくなるかもしれません。ドグラはゲージはありませんが V トリガーはあります。ドグラはその特大火力をしっかり出していければさあこの V トリガー使わせずに勝つことができますが、いやー先端攻め込んでいく、さらに仮面投げ抜きを誘う、歩いてくる、 V トリガーは発動させない動きか、サコストリーニング確認、下から2択スカウトしている、崩しきれるか、水晶を呼び戻すが、いやチャージ、ワンチャンス到来、これあるぞ、さあどっち投げ、チャージは消えそう、消えましたね、裏にいる、マイステップ、いいやつ、うわ残った残った、これが出る、ガード引き寄せ、きつい、さあこのジェフティこの知恵はさすがに避けきれず、いや一ドット残ったのが痛すぎましたね、本当に一ドット思いましたね、倒しきることができれば V トリガーが使えない状況のまま勝てたんですけれども、はい、一ドット残ったことでそこが大幅に有利になるゲージ状況になりました。あそこをうまく活かしましたよね、サコね、さあドグラとしてはここにペースをつかまれている状況、サコは逆にいいペース、ゲージをふんだんに使いながらダブル2のタイミングで引き寄せている、ました、大きく体力リードを取ってその後は一歩の動き、あ、1、あ、1、中盤引き寄せ、絡んでいる状況、サコはしっかりステップを止めています。いい流れになってきたのはサコ、 V トリガーは発動、ドグラです、踏み込んでアンク、ダイヤシ、いいですね、いい追撃、ここは盤石か、逃げ切りたいですね、丁寧にガード設置、引き寄せて歩く、
タコが大きくペースを握る。バックステップもうまくブレイク。そして水晶呼び戻し、しゃがんでるがヒットはせず、白ゲージもたっぷりとグラ。苦しい状況。お前さあ反撃になる、うん、あるか、しっかり止めて歩いていく。後半はサコがペースを握りました。そうですね、しっかり逃げ切ったっていう感じで見事でした。さあこれを受けての3本目重要。序盤はサコがしっかり前に出ながら体力を奪って追わせる展開を作ります。序盤戦が大事ですね、はい、試合目はサコはやっぱ序盤戦しっかり進めたことで、うん、ドグラが追う展開になって、その追ってくる突進技なんかをこうアンクで潰すみたいなところもありつつ体力リードを広げていった。開幕は確認からスタートのドグラ、一気にいく。ファーストイントにはデカすぎるぞこれ。スタンリーチ悪魔的なお攻め、どうする。スタン継続、ワンゲージこれで間もなく出来上がるというところ。ドグラは無理をしない選択肢、半分以上の体力奪っています。後ろにスピアがあるとね、ジャックダブル2もその立ち上キック、アンクなんかの反撃受けると嫌ですから無理はしない、ね、さあ今年は V 取りがジェフティの知恵で逆転を目指すというような展開ですね、うん、ハーメンが対空を狙っていた。前落ち、さあむしろ自分が攻めていく時のタイミングを餌にしました。は6つどう使うか、1個目割り込む。ここは空を切っている。相打ち、うわー、出てきた最強の矛。ここで踏み込んでくる。上飛び道具無敵を使って逃げた。打撃、これはゲージは残っていません。上をビットで埋めてる。ジャンプよく落ちましたね、むしろドグラ上からちょっとグイリバーサル。ただサボフルゲージだった、ね、カウンター次でいけんのか。止める、あ、カウンターヒット、いやむずい、あと落ちきれないと判断したか。ドグラーコロドットを削るだけ、ステップでゲダ。いやむしろよく攻めましたね今、うん、ダッシュ止められたら CA で終わっていたと思うんで、サコもよく追いつきましたが、ドグラーのその勝負感が上回りましたね。引いてはダメだという判断うまく効きました。これでドグラーがマッチポイント。ホーム側のポイントを返せるか。仮面めり込んでいる。ここはドグラのターンになります。サコ踏み込んでくる。お足を打つことでしゃがみ状態にしてアップを回避しました、うん、うまい。上ここ一番飛び投げ、ゲージは2つのドグラ。水晶まだサコ手元にあります。なんとかここダメージ奪いたいサコです。ドグラは丁寧に待つ。足を踏んでる EX、バックステップ、さあ近いした、チャンス到来。この知恵をどこまで生かせるか。相打ち、ゲージはうますぎる。芸術、さらに上、対空している。うめえ、対空のドグラ仮面知っている動き、スライディングのカバー、端に追い詰めているサコ、上から水晶で振ってくる。ちょっとつながったら危な、ドグラ V トリガーがあるぞ。いや今さあしかし片目クリティカルアーツ、なぜ返せる。守ったタコ、いやしのいだ、いやすげえ。いや1個前のところもかなりすごくて、上から降ってきたビットが繋がってれば CA でフィニッシュできるような状況だったんですよね。なんだタコウォーク、歩いてきた。プレッシャーをかけながらフルセット、フルラウンド、中距離どう維持するか。うまい、吸い取った、吸い取りましたね。スキルはチャージできています。ここでヘルアタック、地獄へご招待。この画面押し、最終ラウンドの対空、おーブレイク、ブレイクでリージェクト返しましたね。ライン上げる、ただ体力リーダードグラ読んでいる。密着、ドグラ守り固くいくがシフトにゲージを回します。回してます、きますね。いやそして白たっぷり取った、ほぼイーブンという体力差。遠目から V 取りが圧倒、クラッシュカウンターを狙うが、タコはガード、ナイスガード10番取って最高、あー取れてる。さあしかし素早い動き、ゲージを1本使って継続、サコの攻めが続きます。そしてリセットの位置、しっかりこう V シフト成功してるんで、ええ、トリガーも発動できそうですね。こうなると飛び込んできた、クラカンはもらっている、もらっている、この後ですよ、若干残る、置き攻め、いや打撃攻め、ドグラも吠えた。
いや最後マジで勝負でした。あそこで佐古がしのいでいれば V トリガーで大幅有利作ることはできたと思うんですけれども、本当にもう決めるための立ち弱パンチ、